はい、皆さんこんばんは、ハチアトラコです。動画を撮ってきます。はーい、はーい、今日はこんな感じです。はい。で、そろそろバイトを辞めようかなと、はい、思ってまして、もうすぐ辞めるんです。そうで、もう辞めるから、もうなるべく言いたいこと言っておこうと思って、なるべく言うようにはしてるんです。うん。この間もさ、なんかすげえクソくだらねえことでさ、なんだっけな、ほら、パンしか焼かないインド人がいるって言ったじゃん、そう。で、まあ、そいつがさ、あいつがさ、また、なんかどうしようもないことで注意してくるんだよね。うん。この間言われてムカついたのが、卵だ、そう。うち卵を焼くっていう作業があるの。うん。で、卵を割るときってさ、まあ、何かにぶつけてコンコンってぶつけて、ひび入れてカパーってやるじゃん。当たり前なんだけど、そう。で、俺がさ、卵を焼いてたの。カンカンって。カッ。やってたの。んなら、なんか、インド人がぬーって言って、それダメねっていうわけ。うん。こいつうるせえと思って、何がダメなのって聞いたの。うん。なら、一回でやるっていうわけ。うん。一回でって何言ってんのかなって、何どういうことって。なら、今あなたは卵を二回当てて割ってるっていうわけ。うるせえよと思って。くっそくだらねえと思ってよ。で、いや、ほら、卵のさ、殻が入っちゃいけないじゃん。だから、一回でね、一発でガッてやると、なんかリスクあるじゃん。うん。だから、俺慎重派だから、うん。具合を見てさ、カンカンってやって、パカってさ、別に急いでねえし、うん。で、やってたわけって一応言ったの。うん。したらさ、違う、慣れれば一回済むっていうわけ。くるせえと思って、わがたがたがたって、どかしたんだけど、うん。あいつさ、ま、まじ、ほんと、どうしようもないことばっかり言うの。うん。とか、そういう、この間もさ、なんか俺がベーコン焼いてたの。うん。で、今、バーガー期間限定商品が、ベーコンを使うやつだから、ベーコンがすげえ出るわけ。うん。だから、ベーコンをいつもよりも多めに焼いといたの。うん。なら、まあ、案の定、焼きすぎ、多い、捨てることになるっていうわけ。うっせえと思って、本当にうるせえと思って。いや、わかるよって、ルール上は何枚とかって決まりはあるけど、今これたくさん焼いておかないと、あとは大変なことになるよって言ったの。うん、なんだけど、一応ルールは、なんちゃらだから。くっそ。いや、それ言うんだったらって、お前がね、お前がルールうんぬん言うんであれば、自分は、ね、なんだ、そのパンを焼くだけ、わがまま言って、パンを焼くだけの担当だったりとか、本当はカスタマイズしちゃいけないのに、パンを焼く、そのパンの置き場所も自分で勝手にカスタマイズしたりとか、なんだろう、もう、何、時間で切れちゃったやつ。お肉ってさ、何時間経ったら捨てるとか、何分経ったら捨てるっていうルールがあるんだけど、そのルールも無視して、なんかタイマーが鳴ったらまたそれも入れ直したりとか、なんつうのかな、とにかく、そいつ独自のルールがたくさんあるわけ。うん、だから、それもこれもこれも、それ言い出したらね、それ、俺のことごちゃごちゃ言うんであれば、それ、あなたがやってるそれの方がよっぽどまずいんじゃないんですかって言ったの。うん。もうやめるから。うん。まずいんじゃないんですかって言ったら、そら、そいつ何つったかって言ったら、何も言わずに、さ、みたいな感じで、どっか行くわけ。くっそ野郎がと思って。うん。ほんと。まあまあ、もうやめるからいいんだけど、やめるからいいんだけど、いいんだけど、クソだなって。思ったってお話。はい。あとさ、この間俺それ言われてさ、なんか、ああ、俺毒されてたなーって、はって、気づかされたことがあったんだけど、うん。うちのアルバイトリーダーの、昇格試験みたいなやつがあった。まあ俺関係ないよ。俺らは関係ないんだけど、とあるアルバイトリーダーを、なんか、本社の人が見て、なんか審査するみたいなやつがある。うん。っていう日で、うん。
でその日にその一緒にブラジルの人と俺とで一緒にシフトが入って、うん、で働いてる時にそのブラジルの人が俺に質問してきたの、うん、八谷さんってこれいつもはこんなやり方してない、うん、なんだけど今日はこんなめんどくさいやり方をしています、これはなぜですかって聞かれた、うん、で、あ、うん、そうだよね、そうだよね、いつもだったらこうやるもんね、みたいな、うん、で、実は今日はそのなんとかリーダーの試験の日だから、普段は適当にベアってやってるけど、まあ、試験だから、今日は一応その会社のルールの運用通りにめんどくさいやり方で一個一個やるような感じの運用になってるんだよって話をした、うん、だからそのブラジルの人が豆鉄砲食らったみたいな顔して、え、それはいつものやり方を見せないのは意味がないっていうわけそのいつもと違うやり方の試験は何の意味があるっていうの、うん、そうだよねそうなんだよ、そう、ね、おっしゃる通りなんだよね、うん、本当にその通りだと思ういや、よくないよね、ここがさ、俺たちのさ、会社員のさよくないとこだよね、うん、普段はさ、もう運用がもうめんどくさいからって言って適当にやってるんだけど、そんなに監査の人とかちゃんとした人が来た時はちゃんとやるっていうのはダメだよね。ダメだよね。なんかその人に何の意味があるって、そう、普段やってないやつの試験は何の意味があるんだって言われて、確かにそうです。ごめんね、ほんとそうだね。って言ったんだけど。気づかされたっていうお話です。はい。はい、というわけで今日もバイトの話盛りだくさんでした。はい。また何かあったら、動画撮りたいと思います。はい。じゃあ、またねー。バイバーイ。You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide. We can make it on our own. All along for the ride, to the stars just follow. You and I, side by side, dancing in your halo.